生涯バーチャルフォックスの矢田です。本日紹介するワールドハゲムジャムラーメン。流れていくラーメンに具材を投げてトッピングしていくゲームワールドです。ワールドに入ると目の前に説明書きとエントリー機である打刻機があります。これをユーズすることでエントリー完了となり、ゲームに参加できるようになります。プレイする人数が決まったら開始ボタンを押すとゲームが始まります。ゲームが開始されたらラーメンがベルトコンベヤーで運ばれてきますので、具材を投入していきましょう。投入するとラーメンに具材が乗っていきます。運ばれていく前にどんどん投入しましょう。具材を投げた客の前まで運ばれていったら判定が開始されます。上に表示されている目標カロリーのマイナス100カロリー圏内になっていたらクリアとなります。ぴったりと揃うとなんかお得な気分になれます。また人数が増えると目標カロリーの量が変わります。カロリーが増えれば増えるほど具材の量を増やす必要があります。具材はラーメンのトッピングに同じようなものからカレーにピザなど高カロリーにもあったりします。当然具材ごとにカロリーは異なりますので、とりあえず入れまくるとすごいことになります。レシートでリザルトが表示されるので何を入れたかなど総カロリーが分かりやすかったりします。目標カロリーに近づけるには何度もプレイして具材のカロリーを調べたりする必要があります。投入できる時間や量をしっかりと測る必要があるので、見た目に反して意外と繊細なゲームです。また具材の中にはカルマ値が設定されているのもある。カルマ値が高い状態でクリアすると特殊な演出が入ったりします。 BGM も違うので頑張ってみるのもいいかも。てな感じで次々と具材を入れて目標カロリーに近づけることが目的のゲームです。慎重にカロリーを測りクリアを目指すのも関係なしに具材を投入して高カロリーにするのもプレイ次第。みんなでワイワイやりながら具材を投入して遊んでみてはいかがでしょうか。てな感じで目標カロリーに近づけるゲームワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。